ユニコードユニコード称号アルゴリズムユニコード称号アルゴリズムとは2つのユニコード文字列を比較するアルゴリズムを定義したものである。これによって言語的に正しい大文字小文字変換、相当が行える。ユニコード称号アルゴリズムはユニコードテクニカルレポート10に規定されたアルゴリズムで2つの文字列を比較する方式でありカスタマイズ可能である。ユニコードで 表現可能な文字及び言語なら、どんな種類のテキストでも、称号内思想との際にこのアルゴリズムが利用できる。ユニコードテクニカルレポート10は、デフォルトユニコード称号基本テーブルについても、規定している。デュセットは言語ごとに、カスタマイズ可能である。カスタマイズされたテーブルの一部は、共通ロケールデータリポジトリに収録されている。 オープンソースによる大規模なユニコード称号アルゴリズムのインプリメンテーションがインターナショナルコンポーネンツ4ユニコード計画によって行われている。ICU は地域化もサポートしており CLDR を元にしたユニコード称号の地域化が ICU に含まれている。オンラインで参照できる ICU ロケールエクスプローラーを見れば地域化の概要と相当数の 各言語データがわかる。ありがとうございます。